歴代天皇、ゆっくり解説動画。第8回、高原天皇。皆さんこんにちは。社名丸あやです。白霊霊夢よ。霧雨マリサだぜ。こちやさないです。今回は、8代目の天皇を解説します。前回は結構な情報量だったな。今回はどうかしらね。あやさん、顔に出てます。今回は期待できそうにないわね。勝手に期待値を下げられて心外です。だから顔に出てるって。とにかく、解説に入ります。今回は8代目、高原天皇です。高原天皇は、高齢天皇の即位18年目、西暦で、約紀元前273年に生まれました。意味名は、大山と猫被告にクルノスメラミコト、です。この天皇の意味名にも猫が、顔も父親と変わり映えしないわね。言いたい放題だな。18歳で皇太子、58歳で天皇となりました。40年間皇太子か。気が遠くなる年月ね。古代の天皇は長生きですから。高原天皇には異母兄弟として、前回紹介した吉備津彦の命、大和と時桃祖姫の命、がいました。桃太郎のモデルと、卑弥呼らしき人物でしたっけ？こう紹介されると、高原天皇の存在感が薄く思えるな。卑弥呼を少し調べればわかると思いますが、卑弥呼は普段、家に引きこもって占いをしており、めったに人前に姿を見せませんでした。しかし、唯一弟のみが、卑弥呼の顔を見ることができたと言われます。となると、卑弥呼を支えていた弟が高原天皇、という可能性もわずかながらあるのです。天皇が人の下について働くというのも、変な話ね。皇太子時代じゃないですか？高原天皇も都を移すのですが、即位4年後に、カルノ境原の宮、二遷都と、他の天皇と比べて遷都が遅めでした。高原天皇は、即位57年で崩御。墓は、剣の池の島の絵の御捧ぎ、が有力です。古事記では57歳、日本書紀では116歳の生涯でした。今回はここまでです。個人エピソードはなしか？前回のおさらいを受けてるようだったわ。少しは違いましたよ。天皇の存在感が薄かったですけど。次回は、決死8代の最後の天皇です。結構大事だったりします。では、9代目の解説で会いましょう。ご視聴ありがとうございました。